南西スオーミ、もしくは南西スオーミ州は、フィンランドの伝統州。また、英名のフィンランドプロッパーから、西東フィンランド、西東フィンランド州とも呼ばれる。現在のフィンランドの南西の地域であり、トゥルクとトゥルク城を中心としていた。北から東にかけて、サタクンタ、ハメ、ウーシマーの各伝統州と接しており、西にはバルト海を隔てて、 オーランドが位置していた。現在、南西スオーミーだった地域には、同盟の県、南西スオーミー県が存在している。南西スオーミーの地域は、1997年9月末まで、トゥルクポリ州によって管理されていた。そして、1997年10月からは、新設された西スオーミー州管轄となった。その後、2010年1月1日に、フィンランド全州が廃止され、 南西スオミの地域を管轄する最上位、地方行政区分は南西スオミ県となった。南西スオミの地域は13世紀にスウェーデンの統治下に入った。その後、1809年にスウェーデンがロシア帝国に第二次ロシアスウェーデン戦争で敗北すると、フレデリクス・ハムンの和訳によって他のフィンランドの地域とともにロシア帝国に割上され、 フィンランドを対抗国に属するようになった。同国の首都には南西スオーミの中心地、トゥルクが選ばれたが、1812年に首都はトゥルクからヘルシンキへと移された。南西スオーミ自体は現在すでに行政上の機能は失われているものの、この地域にはこの地域を統治したスウェーデンとロシア帝国のそれぞれの遺跡が残っている。もともと フィンランドという故障自体は、スウェーデン語でこの南西相見を示す故障であったが、それが後に、スウェーデン統治下における、エステルランド全体を示す言葉へと変化した。ありがとうございます。